はいどうも、発狂マシンガンの足です。今回は通常最強選手11戦ということでやってまいりました。ということで今回は、まあ、無課金、まあ、微課金の人でもまあためになる動画になってるんじゃないかなということで、まあ、全然課金してる人にでもおすすめできる動画となってるんですけど、まあ、今回は、まあ、通常の選手だけやね、めちゃくちゃ強いガチスカが作れるよっていうのを皆さんにはお伝えしたい。最近結構ね、通常でもね強い選手多いよね。ということで、まあ、今回はね、まあ、11戦なんですけど、もうその11人でスカッと組めるよと。どうですかこれ、無課金の方。この動画を見れば GP さえあれば通常選手だけでねめちゃくちゃ強いガチスカ作れるよということで、これマジで見てほしい。これめちゃくちゃいい動画になってると思うんでね、これマジで最後まで見ていってください。ということで今回はまあできるだけ GP を低コストでね選手集めてきたんで、まあ、無課金の人でもまあなんとか作れるんじゃないかなと、まあ、ちょっと GP 足りんかもしれんけど、ほぼ全員獲得できるぐらいのレベルになってるんでね、よろしくお願いします。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。年内目標5000人で頑張ってるのでお願いします。ということでやっていきましょう。ということでまあ選手紹介しながら、まあ、育成もね軽く紹介していけたらなと。で、まあ一応獲得方法も紹介していこうかなと。はい、ということで一人目はキーパーからやっていきましょう。ということで、クルトワということで、まあ GP はちょっと30万と、まあちょっと高めにはなってしまいますね。ただまあキーパーはもうね、できるだけ強い選手取っといた方がいいということで、まあキーパーはちょっと仕方ないかなと。で、まあ獲得方法を見ていくと、まあ契約行って、スタンダード選手リスト。で、まあもうクルトワはもう上にいますね。ね、価格順にしたらもう結構上にいるんで。まあ簡単に獲得できるんじゃないかなということで、まあ育成はこんな感じしました。 GK128 GK228 GK328 で、まあ監督の適性高い状態見るとこんな感じですね。いや通常でこの能力普通にヤバくない？さすがよね。クルトワは身長も199と、キーパーはもうクルトワ一択かなとなってしまうね。まあここはもう妥協せずに GP30 万かかっちゃうけど、これは全然取りに行く価値あるんじゃないかなということで。キーパーはやっぱできるだけ強い選手置いときたいからね。もうこれはもうね、僕も結構使ってきたんで、もうめちゃくちゃおすすめできます。はい、ということでお次はセンターバックということで、一人目。我らがトミー、タカラトミーですね。通常でこの能力してるんや。ちょっとびっくりしたね。で、まあ GP は7万 GP と。いや、結構安いんじゃない？獲得方法見ていくと。で、まあ絞り込み。で、まあクラブチーム、ヨーロッパ、イングランドリーグ、で、アーセナル。ってやってもらうと、まあちょっと下に行けば、まあ、出てきますね。で、まあ育成こんな感じで、パスに2、ドリブルに1、クイックチェンスに3、脚力に7、エアバトルに12、ディフェンスに15、監督の適性高い状態見るとこれですね。強くね。まあセンターバック裏総合値見ると99ですね。いやもうガチスカでしょ。で、まあ能力見ると足元普通に高くて、ディフェンス系全部90超えてるよと。でスピード80あんの、すごっ。瞬発もあって、まあ、フィジカルも高くて取るでしょ。こんな7万 GP でこれ取れんのやばない？これはもう取るしかないでしょ。逆足もしっかりうまいということで、まあ、足元も高いし事故も少ないでしょ。で、まあ、スキルはちょっと少ないか。ヘッダーインターセプトエアバトルと、まあ、スキル追加してあげた方がいいかな。まあ、マンマークブロッカーとかつけれたら、まあ、より強くなりそう。このスキルでもまあこの能力あれば全然やっていけるんじゃないかなと思います。いや7万 GP でこれはやばすぎる。はい、ということで次センターバック。まあ、最近巷で話題のディアキテということで、獲得方法を見ていくと、絞り込み、クラブチーム、ヨーロッパ、リーグワン、ウバイツですね。ウバイツで、一番上のリール押してもらうと、まあ、ちょっと下の方に行けばいますね。で、この男、GP2 万6千で取れると。もう激安。もう誰でも取れるでしょ。育成見ていくとこんな感じで、パスに2、ドリブルに3、クイックエンスに8、脚力に6、エアバトルに11、ディフェンスに18。で、まあ監督適正大会状態見るとこんな感じですね。シンプルに強いね。まあ足元も普通にあって、まあディフェンス系も90超えてて、スピシュン80ね。センターバックでなかなかいないよ。で、フィジカルもしっかり85と。強くない ?GP2 万6千のクオリティじゃない。で、まあ、スキルもヘッダー、インターセプト、マンマーク、エアバトル、ブロッカーと。優秀ですね。はい、ということで、次、左サイドバック。ダニエル・バーン。まあ、ダン・バーンか。一応、センターバックもできるよと。
まあどっちでも強そう。でまあ獲得方法を見ていくと、クラブチームヨーロッパ、イングランドリーグで、ニューカッスル押してもらうと、まあちょっと下の方にいたいますね。で育成見ていくとこんな感じで、パスに2、ドリブルに2、クイックセンスに8、脚力に8、エアバトルに8、ディフェンスに13で、監督的性高い状態見るとこんな感じですね。でまあ身長は201、2メートル超えてます。バケモンですね。左サイドバックに2メートルいたらバケモンでしょ。で能力こんな感じで、まあ足元して70超えてて、守備系全部90、アグレッシブネスなんかも97いっちゃってる。でスピードもしっかり80あるっていうね、素晴らしい。で瞬発70あって、フィジカル94と、まあセンターバックで使ったのが強いかもしれんけど、まあ左サイドバック他見つからなかったんで、まあダンバーンでいいかなって。サイドバックで使うなら、まあ守備もちょい落としても、まあこれぐらいあるから、落として足元上げるっていうのもありなんかな、サイドバックやったら。まあこういう感じするのもありかな。スタミナもしっかりあるからね。まあ全然サイドバックでも使えるよということで、まあどっちで使っても強そうな。いやもう34000GPA 取れると。まあスキルはアクアティッククリア、ヘッダーマンマーク、エアバトルなんで、まあサイドバックがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、次右サイドバック、まあウイレ時代から有名ですけど、バリオスということで、獲得方法を見ていくと、国籍南米、コロンビア押してもらうと、まあ、ちょっと下に下がればいますね。でまあ育成見ていくと、パスに4、ドリブルに6、クイックエンスに7、脚力に12、エアバトルに7、ディフェンスに6で、監督適性高い状態を見るとこんな感じですね。まあサイドバックで使うならこんな感じの育成がいいんじゃない。 GP は5万1000と安いね。で能力はまあ足元しっかり高くて、まあ守備もサイドバックでこんだけあれば十分でしょ。でスピシュン80乗ってて、フィジカルも80あれよと。いやシンプルに強いでしょ。いやバリオスはセンターバック、 DMF、CMF もできるよということで、まあ汎用性も高くてめちゃくちゃいいですね。まあスキルは、まあ、ダブタ闘争士、インターセプト、マンマーク、ワンパライジング、ブロッカーとかめちゃくちゃ優秀やね。アンカーなんで DMF で使うのも全然ありかな。いやーやっぱバリオスはイーストでも優秀ですね。はい、ということで、お次 DMF アンカーザカリアということで、獲得方法を見ていくと、クラブチーム、ヨーロッパ、ウーバーイーツ、リーグワン、ウーバーイーツ、まあ、下の方行ってモナコ、まあ、ちょっと下に行けば出てきますね。まあ育成はちょっと2パターンぐらい紹介しとこうかな。で1つ目こんな感じで、パスに3、脚力に11、エアバトに8、ディフェンスに16で、監督的性高い状態見るとこんな感じですね。いやこれはこれでやばいな。足元しっかりあって、ディフェンス系バカ高くて、スピード90乗せれるっていうね、意味がわからん。 DMF アンカーでスピード90なんてマジでオーランレベル。で、まあ、瞬発も70あって、フィジカル90あるよと。いや、この育成面白いね。スピードこんななくてもいいよっていう人は、まあ、下げて、まあ、足元上げたりしたらいいんじゃないかなと。ただ、ちょっとスピード90試してほしいと思うね。まあ、スタミナも元から低いんで、こういう感じにするのがやっぱいいのかなと僕は思いますね。まあ、GP47000 でこれ取れんのやばいな。アンカーの位置って結構大事やからね。で、まあ、身長も190あるんでね。まあ、めちゃくちゃ刈り取ってくれますね。で、まあ、スキルは闘争心、ワンシューヘッダー、インターセプト、ミドル、マンマーク、ワンパ、ライジング、バックスピンのブロッカーと、めちゃくちゃ優秀やな。しっかりワンパとかもあんのいいよね。もうこれはめちゃくちゃ強いでしょ。ということで、お次、ライマーということで、獲得方法を見ていくと、クラブチーム、ヨーロッパ、まあ、下の方行って、その他、で、バイエル、まあ、ちょっと下の方に行ってもらえればいますね。育成紹介するとこんな感じで、パスに5、ドリブルに10、クイックエンスに4、脚力に3、エアバトルに4、ディフェンスに9と。で、まあ14まだ余ってるんで、まあ、そこはちょっと自由でいいんじゃないか。監督の適性高い状態を見るとこんな感じですね。まあ、余っててこれってやばいよね。まあライマーは右サイドバックで使うのが本当はいいと思うけど、まあ、ちょっと今回は、まあ、その11人でスカッと作るってなるなら、まあ、中盤で使うことにはなるかな。中盤で使っても、まあ、全然強いとは思うね。まあ、GP は7万6000取れるよと。で、まあ、スキルは闘争心、インターセプト、ミドル、マンマーク、ワンパ、ピンポイントゴロス、スライディングタックルと。まあ、ライマーも汎用性高くてめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、次ラファシューバということで、まあもう結構有名ですけど、まあ獲得方法を見ていくと、クラブチーム、ヨーロッパで、まあ下の方行ってポルトガル、ベンフィカですね。まあ上の方にいますね。で、まあラファシューバは GP76000 と、まあまあまあ安い方かな。で、育成見ていくとこんな感じで、決定力に8、パスに6、ドリブルに11、クイックエンスに7、脚力に8で、監督適性高い状態を見るとこんな感じですね。
いやシンプルに強いねこれは。ドリブル全部90超えてて、パスも80乗ってて、決定力も80乗ってる、カーブも80乗ってる、でスピシュン92やって、キック力しっかり80乗してって感じで、でまあ両サイドハーフ両ウィング STOMF できるよと、汎用性高くてめちゃくちゃいい、ね、でまあスキルも優秀で、ドロップダブタアシューラスルーパと、めちゃくちゃ強いでしょこんな。普通にだって課金してる人でも全然使ってるレベルやもん、ね、まあこの選手はめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思います。はい、ということで次チクエゼということで、獲得方法を見ていくと、絞り込みクラブチームヨーロッパで、イタリアリーグでミラン、まあ上に出てきますね。この選手は10万 GP と、まあ、ちょっと高めにはなっちゃうから、まあ、さっきの選手たちが結構安かったから、ね、まあ、10万でもまあまあ全然買えるレベルかな。育成見ていくとこんな感じで、決定力に10、パスに2、ドリブルに12、クイックエンスに8、脚力に10と、で監督適性高い状態を見るとこんな感じですね。いやめちゃくちゃ強くない？何これ。オフェンス80乗ってて、ドリブルめちゃくちゃ高いね。で決定力84、こういうドリブルタイプで決定力こんな高いの珍しいよ。でカーブも80乗ってて、スピシュンバケモンで、キック力ボディバラ84と、めちゃくちゃ強くない？で両ウィング、右サイドハーフできるよと。まあインサイドレシーバーですけど、まあイフト2024になって、インレシは修正されたっていうか強くなったらしいんで、まあ全然使えるかな。ただまあ逆足がちょっと微妙かな。でまあスキルはドロップダブタミドル足裏と、もうちょい欲しい感はあるかもしれんけど、まあしっかり優秀なスキルは揃ってますね。って感じでまあ10万 GP やけど、全然取る価値はあるんじゃないかなと思います。はい、ということで次ルックマンということで、獲得方法を見ていくと、クラブチームヨーロッパ、イタリアリーグでアタランタ押してもらうと、まあ上の方に出てきますね。ルックマンは7万 GP と、まあ安いかな。で育成見ていくとこんな感じで、決定力に7、ドリブルに15、クイックエンスに7、脚力に8、で監督適性高い状態見るとこんな感じですね。いやシンプルに強いでしょ。でドリブルしっかり高くて、パス70乗ってる、決定力もしっかり80あって、スピシュン9であって、キック力も80乗してるよって感じで、逆足もできて適性も結構あっていいですね。でこの選手スキル優秀で、ダブタコンカミドルルーレット足裏スーパーサブスルパと、めちゃくちゃ優秀じゃない？何このスキル構成。スキル優秀な選手って強いからね。スキル優秀でこの能力あればめちゃくちゃ強いでしょ。はい、ということでラストはやっぱりムバッペということで、獲得方法を見ていくと、ヨーロッパリーグワンウーバーイーツからのパリサンジェルマンでもらうと、まあ一番上に出てきますね。でまあムバッペは GP45万と、まあ前よりは安くなったんじゃないかな。ただその分ちょっと前に比べると能力は落ちちゃってるかな。で育成見ていくと、決定力に8、ドリブルに8、クイックエンスに5、脚力に8、で監督の適性高い状態を見るとこんな感じですね。能力落ちたとはいえ全然強いよね。まあドリブルしっかり高くて、まあ、パスも70乗ってると、で決定力もしっかりあって、まあスピードバケモンで、まあ、瞬発もあるよって感じで、まあやっぱ強いよね。ムバッペは週間とかもし当ててたら、まあそっちはいいとは思うけど、ムバッペはまあ GP 高いから、まあ、最悪誰かに変えてもいいとは思うけど、やっぱりムバッペをおすすめしたいよね。まあ、スキルはダブタワン周ぐらいしかいいのはないんか。まあ、ムバッペはちょっとこの中やったらおすすめ度は低くなっちゃうかな。ちょっと GP 高いし、まあ、能力もちょっと落ちちゃってたから、まあ、後回しではいいかもしれん。ムバッペは週間でも結構出てくると思うし、まあムバッペは強いんでね、一応おすすめはしとこうかなと思います。はい、ということで出来上がったスカットがこんな感じということで、いやめちゃくちゃいいんじゃないですか。全然ガチスカで使えそうよね。 GP は130万 GP で、まあ、このメンツ揃えられるよと、まあ、ムバッペ抜けば100万以内に抑えれるということで、まあ、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあムバッペはもうちょっとどっちでもいいかなっていう、ちょっと高いし、まあ、週間で当てれる可能性もあるって考えたら、ムバッペは1回置いといて、もうこんだけ集めればめちゃくちゃ強いんじゃない？いや、このメンバーが85万 GP って考えたらめちゃくちゃいいよね。で、まあ今持ってる強い選手とかをまあここに入れていけばめちゃくちゃいいスカットになると思うんでね。まあぜひこの選手たち、まあ獲得して使ってみてください。ということでね。いや今回はもうめちゃくちゃいい動画になったんじゃない？自分で言うのもなんやけど、まあ、無課金微課金の人とかではね、まあ、めちゃくちゃいい選手紹介できたんじゃないかなということで、まあ、ためになったと思っていただいた方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ということでご視聴いただきありがとうございました。